します。Bリーグ第10シーズン第1戦、今週は1回戦 E グループの戦い、矢野金太プロとお伝えしていきましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。遠藤、山田、安藤という3選手ですが、どの辺に注目していきましょうか。そうですね、山田プロがね、はい、久々の復帰ということで、交通事故に遭いましてね、はい、しばらくトーナメントや練習もね休む期間がありましてね、ようやく復活してきたというところで注目したいと思います。昨年末でしたね。はい、さあそれでは遠藤美奈も1投目注目していきましょう。どうだ、よっしゃ、ストライク。スピードボールが特徴の遠藤美奈、第46戦で優勝を飾っています。さあそして矢野プロが注目して見ていきたいという山田由紀の1投目、どうでしょうか。よっしゃ、ナイスポッケー。まあ、先ほどね、事故にあったという話がありましたが、はい、本人に聞きますとまだちょっとフィニッシュで、はい、背をちょっとこう上に上げるのが辛いという、はい、背筋を使ってこう振り切りすぎるとちょっと痛いというようなことを言ってましたね。はい、まあ、振り切ってこう投げるというのが、ね、山田の持ち味なのでね、まあ、その辺がどういう影響が出てくるのかっていうのはちょっと気になりますね。3人目は安藤です。はいはい、あ、これは7番ピンが残ります。安藤もね、前シーズンでシーズンチャンピオン決定戦出られるか出られないかって本当最後の最後までずっと分からなかったんですよね。決勝戦で岩見とキムスルギが優勝をね、はい、ショットでやったんですけど、はい、もしあれでキムスルギが勝ってたらシーズンチャンピオン安藤が出る形だったんですよね。確かに、確かに、わずかなこう勝負のあやというかな、そうですね、うん、そういうのをね経験してますからね、ぜひその辺を生かして強くなってほしいですよね。よ、2投目、7番手正面からマークしていきます。遠藤です。オープニングはストライクでした。これはアンラッキーか、ピンアクションを選びません。9本です。前回はストライク数が圧倒的に少なかったのでストライクも今日は量産したいということです。おっと、ストライク。山田由紀ダブルです。まあ、見てるファンもそうですが、一番嬉しいのはこの山田の横顔、この笑顔ですね。そうですね、辛いながらにストライクを2つ持ってくるっていうのはね、まあ、持ち前のこう前向きな性格というのかな、はい、そういうのがね生きているような気がしますね。遠藤の2投目です。きっちりとマークしていきました。安藤ひとみです。どうだ、ちょっと薄めですが、ストライク。この後ゲームは混戦模様。遠藤、山田、安藤の対戦となった1回戦 E グループはダブルスタートの山田がトップ。ゲームは第3フレームへ。遠藤です。あっとっとっと、これはどういうことでしょうか。矢野プロ解説お願いします。親指の向きが早すぎてちょっと落としたような形でしたよね。これは珍しい形です。そうですね、山田です。ちょっと外に出したぞ。よーしゃ、ストライク。今の一投は、あ、外に出しすぎ、でも戻ってきてくれたっていうね。そうですね、ラッキーでしたね。2投目になります。あ、ここは10本倒してスピードしたかったんですが ね、はい、やっぱりガターの影響でちょっと出し切れませんでしたよね。痛い痛い。第3フレーム、ちょっとオープンが刻まれました。安藤ひとみ、第3フレーム1投目、どうだ、同じように薄めから入っていったんですが、ちょっと薄すぎたか。そうですね、投げた瞬間本人も、まあ、自分が狙ったラインに乗ったと思ったんでしょうけどね、思った以上に、食い込みが弱かったというところですね。はい、
ここは難しい2本を残しています。正面から払っていきました。なかなか今のはね、後ろのピンを残したり難しいんですけれどもね、きちんとね取れましたね、はい、さあ遠藤はこれちょっと第3フレームの流れを払拭し、もう一回この第4フレームからリスタートをかけたいところですが、第4フレーム1投目どうだ。ボールからのリリースというか指の離れ方は悪くはなかったようですが、そうですね、はい、まあ、あの少しやっぱりあのお気に入った形というかな、まあ、そういうのもありまして、あの例の油の少ないところを、ね、はい、触って曲がりすぎましたが、とこれ3つストライクが来て明けの第4フレームが7点という、まあ、決して今の一投を見ると7番10番が残りそうな入射角ではなかったんですが、まあ、きちんとポケットに入りましたからね、はい、まあ、ここを山田がどう捉えるかというところなんですが、本人はストライクをいっぱい出してビッグゲームができるように頑張りたいというそういうコメントも残しているんですが、ここはどうでしょうか。トライしていきましたがノータッチです。さあ安藤ひたみ第4フレームどうだ。あっとこれも厚め。今山田がね7点でスプリットオープンフレーム作っただけにね、はい、安藤はここでストライクを持ってきてあの山田に追いつきたかったんですよね。トライするでしょう。どうだ。テイク2です。三者三様のミスショットというかアンラッキーがありました。ある意味この第5フレームからがそれぞれ3人のまたマッチのリスタートという感じがしますけどね。そうですね、はい、遠藤です。どうだ。よっしゃストライク。先ほどこの右側のレーンでは溝に落としてしまいましたから、そこは十分自分の中で払拭する一投になりました。山田幸です。先ほどは7点。熱い熱い熱い。さっきのあの7点がやっぱりちょっと気持ち出たかなというところだったのでね、まあ、それを気をつけたのかなというところでこのスプリットですね。安藤ひとみ体力面ではちょっと劣る面があると思うので体をうまく使って投球することを考えているという安藤。ここは8本です。ちょっとここはまたオープンフレームを期してしまった山田です。第5フレーム2投目どうだ。ここは綺麗に落ちてきました。この後ゲームは三者譲らぬ激戦に。乱戦模様の1回戦 E グループトップを走る山田だが2連続オープンと失速。それを遠藤と安藤がワンマークさらう展開で第6フレーム追いつくチャンスですからね。注目の1投遠藤。あっと熱い。まあ、本人がピンマイクを通して戻りすぎという、うん、軌道としては3分の2ぐらいイメージ通り行ったんでしょうけど、そうですね、気持ち出ちゃったんですよね、うん、膨らんだんですけれども、はい、おっとっとっと危ない危ない危ない。これはトライしていきます。いけるか。うわいかんか。ナイストライですが1本残りました。そうですね、3選手とも誰かが飛び抜けてるわけではないので、まず自分のペースを取り戻してまとめていってほしいですよね、うん、山田はようやくこの第6フレームでスペアを埋めることができました。安藤ひとみ第6フレーム持ってこれるか。よーっしゃストライク。
ここは大きなストライクになりましたね。そうですね、ここでね、ストライクを重ねてペースを取り戻したいですよね。もう一本持ってくると安藤がトップ。さあ遠藤第7フレームです。よっしゃストライク。まあ来るには来たんだけどっていうそういう表情なんですね。はい、おそらく今は自分が狙っていたラインよりも少し内側のラインを投げてしまって、結果的にまあストライクになったという表情ですよね。まあ全てはやっぱり第3フレームの1投目のあのガターがどうしてもねちらつく右側のレーンです。薄めから持ってこれるか。もう厚め厚めでピンを割ってしまいましたから。そうですね、5フレームの結果を踏まえて今の投球というのは十分納得できますよね。はい、さあここで安藤ですね。先ほどのストライクなんか見るといつもの安藤自分のペースで投げられてましたから、ここをストライク重ねられるかどうかというところですよね。安藤の大事な一投どうだ。天秤に届かないか。対角線上きちんとこれは天秤をマークします。安藤の投球はね、ほぼほぼ完璧に投げられたんじゃないかなというところでしたよ ね。その前がね少し厚めで4番、はい、7番が残ってしまったので、それをね対処しながらすごくいい投球だったと思います。大事な中盤ピンを、おーっとっと、これは一旦溝に落ちて上がってきましたのでミスになります。9本スペアとミスでは大きな違いです。ここがターニングポイントにならなければいいんですが、山田がこれで2マークリードという形になります。はい、で、問題なのは安藤が今のミスで次エンド、これストライク重ねるとエンドに逆転されてしまうんですよね。はい、さあどうだ、戻ってこれるか。よーし、ここはきっちりエンドを持ってきました。これトップ争いもね、ありますけれども2位3位争い次戦出場をかけたねそこの戦いというのもありますからね。さあ注目しましょう。山田ゆき第8フレーム、そろそろ欲しいぞストライク。あっとっとっと、さあ1点窮地に追い込まれた安藤瞳です。第7フレームオープンフレームです。先ほどこのレーンではストライク、左側のレーンどうだ。まああくまでもね安藤の後ろから捉えてるカメラで見る限りライン取りもそうですが、ピンアクション見てると10本倒れてもおかしくないかなという一投なんですが、そうですね、9本9本となかなかこの川崎グランドボールの女神が微笑みません。この後いよいよ三つどもえのゲームの決着。1回戦 E グループは8フレまで終え依然山田がトップ、それをワンマークされ遠藤さらに安藤が追う展開で第9フレーム、山田にね猛追をかけるチャンスですからね。さあどうだ、いい感じだ、いい感じだ、よーしストライク。遠藤も今のストライクでどうやら左も右も、まあ、今自分がメモを取っていますがライン的にはそこかな、あと2フレームだしというところなんでしょうか。そうですね、もう10フレームでね、逆転という絵は描けてるんじゃないかなと思いますね。山田第9フレーム、さあ持ってこれるか。よーしゃストライク。面白くなってきました。ここでいい流れを10フレにつなげることができるかどうか。そしてキャストは安藤につながっていきますが、はい、ここで、ボールを、ね、変えてきましたね。天秤が2回続けて残ったというところでねボールをチェンジしました。どうだ、
く爪に入れてきました。9本です。ボールをまあ変えたところでね、このボールがこの辺このぐらい動いてくれるんじゃないかっていうね、その想像が、ちょっと違ったというところでしょうかね。ここはきちんと正面から払っていきました。さあ10フレー勝負になりますが、本当にね、ストライクを続けるしかないですよね。ここはね、遠藤がこれでパンチアウトの最高は207まであるんですけれども、ここで1回持ってくると山田を点数上追い抜きます。テンフレ1投目どうだ、よーし、4つ目のストライクで山田をキャリーしていきます。はい、今度は山田がまた逆転をするかどうかという一投です。ストライクを持ってくればまた山田が逆転します。注目のテンフレ1投目、絶対に超えさせないわよという執念の1投になるかどうか。どうだ、よーし、よーし、ストライク。大事な1投がストライク、一歩も譲らない山田幸、残り2つテンフレ。はい、遠藤はまたここでストライクを持ってこなければいけなくなりました。持ってくるかどうかです。テンフレの2投目、さっきと同じイメージでいけるかどうか。2投目、9本か、これはちょっとアンラッキーなピンアクションでしたね。はい、山田はここでカウント勝負ですね。7本は最低倒したいところですね。山田テンフレ2投目、9本です。はい、これで、山田の1回戦勝ち上がりが決まりました。久々の出場でね、やっぱ1回戦勝つって嬉しいでしょう ね復帰するときにまた一から始まる気持ちにするために髪の毛を思い切ってショートヘアにしたという山田幸。3投目遠藤です。196フィニッシュ。遠藤は悔しいでしょうね。うん、やっぱり持ってきたかったでしょうね、最後ね、10フレームの2投目ね。最後はスコア200ちょうどのフィニッシュになりました。山田幸、安藤が10フレを残します。1投目から見ていきましょう。やっぱりもう安藤については7フレームの天品ミスというところですね、うんうんうん、ここですよね、うん、安藤天フレ2投目、さあどうだ、よーし、ストライク。次回出場ができません安藤ひとみ。最終の3投目、9本です。182フィニッシュ。1回戦 E グループ勝者山田幸でした。1年ぶりに B リーグ復帰の山田が準決勝進出、安藤が次回出場停止となった。